鹿児島県の壺作り黒酢。屋外に並べた壺を使って醸造される米を原料にした食酢で、江戸時代から鹿児島県霧島市福山町で醸造される歴史ある食品です。黒褐色を帯びた色、特有の香り、一般的な米酢と比べ、黒酢中にはピログルタミン酸が豊富に含まれるため濃厚な酸味となります。また含まれた乳酸が酸味に清涼感を与え、後味がさっぱりとしたものになっています。黒酢の最大の特徴はその生産方法にあります。まず原料の米を洗浄、蒸しに冷却し、気麹菌を種麹として撒いて3、4日かけて米麹を作ります。次に米を蒸して蒸し米を作り、屋外に並べた陶器の壺に米麹と蒸し米と水を順に入れて混合、最後に振り麹と呼ばれる米麹を液面に巻きます。振り麹とは、一旦出来上がった米麹を屋内で数日間乾燥させ、多くの胞子を生成させたもの。その後、壺の口を紙で覆い、雨よけの蓋をして仕込み作業は終了します。仕込みから6ヶ月以上の発酵、さらに6ヶ月以上の熟成を経て製品になります。この製法は同一容器の中で糖化、アルコール発酵、酢酸発酵の3つの工程が自然に進行する製法であり、世界的に見ても珍しいものです。黒酢は約200年の歴史があり、現代までその醸造技術を守り続けてきました。1965年頃から自然食品気球の声の高まりとともに黒酢が見直されてきて、徐々に業者の数も増えて、今日では生産量約1500キロリットルとなりました。